私はムスカ大佐だ。いざまずけ、命乞いをしろ。というわけで、ムスカ大佐の2023年に買ってよかったものシリーズ、イエーイ。というわけで、2023年に買ったものを公開していきます。まずはこちら、私のポストカードです。素晴らしい。最高のポストカードだとは思わんかね。こちら165円と大変お安くなっております。欲しい方はぜひお近くのジブリの森、違う、お近くのどんぐり、なんだっけ、どんぐり共和国、そんな名前だった気がします。許してくれた前。はい、こちらですね。さあ続きまして、こちら凄まじい破壊力を持つロボットのタオルだよ。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかったろう。というわけで、このロボットと飛行石のタオルですね、すごく肌触りも良くてかっこいい。ちゃんとね、書いてありますよ。キャッスルインザスカイ、最高のタオルだと思わんかね。すごいですね。ちゃんとラピュタの王家の印も入ってますね。素晴らしい。そして最後にこちら、見たまえ、私のタイマーです。これまだ開けてないんでね、開封していこうと思います。しっかりとテープで留められてます。素晴らしい。くそ、テープがこんなところまで。素晴らしい。見てください、これ木の根がこんなところまで。どうやったっけ、これ。素晴らしい。電池はまだ入ってないです。ちょっと電池を入れてみますか。単4電池が3本必要です。上出来じゃないか。さあこれをしっかり溜めて、さあできました。ちょっとまずは取扱説明書をね、ちょっと見てみましょうか。読める、読めるぞ。古文書の通りだ。電池を入れて起動して最後の光が消えるまで3分間の設定です。素晴らしい、さすが3分タイマー。オンにして、こちらの石板の真ん中あたりをタッチすると、最後に流れる音は2パターンランダムで流れますと。上出来じゃないか。それでは早速ね、待ってみましょうか。とりあえずオンにします。おお、これこそがラピュタの力の根源なのだ。3分間待ってやる。やる、なんだこれは。ゆっくりタッチ、光るって書いてあるしな。準備が整いました。3分間待ってやる。おお、聖なる光だ。光ってますね。これが3分になると全部光るみたいですね。しっかり音も聞こえますね。常に飛行石の効果音が鳴ってますね。あー、飛行石の音。とりあえず待ちましょう。ちょっとずつ音変わってますね。すごい、いろんな飛行石の音を楽しめますよ、これ。お、あと1分ぐらいかな。でも常に音鳴ってますね。お、もうちょっと。これ光が上まで来ればね、3分間ということで。お、もうあと20秒ぐらいじゃないですか。素晴らしい。聖なる光だ。
時間だ。答えを聞こう。素晴らしい。最高のタイマーだとは思わんかね。ちょっと感動してる。感動してますよ、これ。すごい、これ。これはめちゃくちゃいいタイマーですね。しっかり私のね、私のフィギュアもついております。素晴らしい。ちょっとハゲてますけど。なかなかいい体格してますよ。最高の買い物だとは思わんかね。そして最後にですね、どんぐり共和国で、その当時買った時に、何円以上買うと、ラピュタのね、こういう、ちょっと、ハンカチ的なものをいただいたんですよ。これパズーのお父さんが撮ったであろう写真のね、ハンカチですね。素晴らしい。これこそがラピュタです。というわけで、2023年、買ったもの、大公開の動画でした。これちょっと、すごいですね、これ。めちゃめちゃ感動しますよ、これ。もう一パターンが気になりますけど、もう一パターンはロボット兵復活から救出と、もう一パターン気になる方は買ってみてください。ただね、これ私がどんぐり共和国に買いに行った時はラス1だったんでもうちょっと高いんですけど、これ7000円ぐらいするんですけど、ラス1だったんでちょっと買っちゃいましたね。素晴らしい。ぜひ君たちもどんぐり共和国に走りたまえ。